talking box 光あって触れ合って枯れない見たこともないくらいの未体験が浮き上がって止まんないよ枯れない Dance with me, dance with you Dance with me, dance with you 認めたくない夜と思ったああだこうだ言ってまたどうしてる Dance with me、yeah.すごいスーパーヤクモのサンパイチケだ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは、青空 TV 鉄道チャンネルへようこそ、レオクラフトです。ということで今回してなんと皆さん本当にありがとうございます。なんと今回おかげさまで500人を突破いたしました。本当にありがとうございます。今年の年内目標の500人ということで本当に嬉しく思っております。来年はですね1000人を目指して頑張りますので、どうぞ来年もよろしくお願いいたします。まあ今年で1000人を超えることもあるかもしれないですけどね。まあ来年といってもまだ10日あるんですけど、あ、ということで今回ですねなんとハクビ船の旅ということで機械126系がやってきます。ということで今回ですねなんとコナンラッピングということで500人を祝っているかのように思います。ということで、まもなく機械126系がハクビ船に向けて発車します。それでは出発進行。山陽本線はここでお別れです。この前の東急スーパーハクトの時と同じですが、なんと汽笛水面標識があります。なぜかというとこの先には第二種踏切があります。第二種踏切は遮断機と警報機もございませんので、汽笛で列車が来るよと知らせてくれるのです。
ということで、まもなく岸本駅です。岸本駅の次は僕が降りる伯耆水口駅です。さてさて、岸本を発車します。次は伯耆溝口だそうです。ということで、まもなく僕が降りる伯耆溝口駅です。伯耆溝口駅から折り返して伯耆大山までまた戻ります。折り返して間もなく115系がやってきます。115系は通称食パンと呼ばれています。なぜ食パンと呼ばれているのかはこれからわかります。どうぞ画面を見つめてご覧ください。そうです。これが食パンという形になります。いやー、僕もとても食パンに似てると思いますね。ということで、まもなく食パンこと115系が発車します。
この115系バイクみたいな音が鳴っていますね。ということで、もなく僕にとっては最後の終着駅、岸本駅に到着をいたします。ということで、岸本駅を発車しました。岸本駅の次は僕が降りる法規大山駅です。またこの後汽笛が鳴りますので、どうぞ耳を澄ましてお聞きください。ということで、もなく僕を降りる法規大山駅です。ということで、もなく僕が乗ってきた115系が発車します。ちょっと待って、やばい、今急遽撮影したんですけど、今ちょっと
新型エコモの 273系が今あの後期対戦で入選してきました。めっちゃかっこいい。この新型ヤクモは2024年1月6日から運行開始したそうです。今回は試運転でやってきました。とても素晴らしいです。現代のヤクモと未来のヤクモがすれ違っています。とても素晴らしい光景です。めっちゃ発車も静かですね。早く2024年4月6日になって早く新型ヤクモに乗ってみたいところでございます。待って、DT51 やばすぎる。もう今日運使い切ったんで、もう帰り死ぬかもしれないです。今日は終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。